それはルベリア先輩だけを愛してますからね。やってしまった。俺はなんて意志が弱いんだ。子供というのはだね、愛し合う二人が祈りを捧げてコウノトリ、キャベツ畑まで運んできてもらう奇跡の産物なんだぞ。先輩先輩、ザツンとくだねをいただきたいんすけど、今からここで一発大丈夫っすか？あんな女よりもきっと楽しませてあげられますよ。主の子種をもらい受けに来たのじゃ。好きなだけ我を抱くがよいぞ。ごめんなさい、私男の人とこんなにお話ししたの初めてで。絶対に逃がしはしません。ならば力ずくで絞り取ってくれようぞ。この醜いオーク、どう考えたって嫌ですよね。ダメだ、こんなこと心に決めた人が。君がいないとダメなようだよ。どうして、俺はこうなんだ。この身捧げ守るから。